草刈正雄、若い頃がハーフ顔でイケメン、昔の資生堂 CM 時の写真が話題に。甘いマスクで年齢を感じさせない今もなおイケメンの草刈正雄さん69歳、2021年現在モデルでデビューしていましたが、現在は俳優、歌手、司会もこなすマルチなタレントとして人気があります。今回は草刈正雄さんについて、若い頃のエピソードや資生堂の CM で話題になった写真、イケメンの画像集などを紹介していきます。昔の伝説エピソード。草刈正雄さんは1952年9月5日福岡県は北九州市で生まれました。草刈さんの父親はアメリカ人、母親は日本人のハーフです。しかし草刈さんの父親はアメリカ軍の兵士でしたが、母親が草刈さんをお腹に宿していた時、朝鮮戦争にて戦死しています。アメリカ人の父親のことは草刈さんが生まれる前に戦死したと聞き、なおかつ母親が父親の写真をすべて処分してしまったので、草刈さんは父親の顔を知りません。なぜ処分してしまったのでしょうね。せめて父親の顔くらいは知りたかったのではないでしょうか。しかし一度だけ草刈さんの叔父から、お前の親父は生きてるよと聞かされたことがあったようです。調べる手立てもないことから、結局父親の生死はずっとわからないままになっているそうです。生きていたとしても、ひょっとしたら父親は草刈さんが生まれていることも知らないのかもしれませんね。もしかしたら戦死ではなく母親との関係で何かあり、別れて生まれた草刈さんにはお父さんは戦争で死んだんだよと説明したのかもしれません。しかしこういった話は全く公表されたことがないので、事実はどうなのかも全く分かっていません。早くに父親のいない家庭だったので、母一人子一人の母子家庭で育ちました。写真は草刈さんのお母様末子さん。草刈さんは小学生から新聞配達や牛乳配達などをして母を助けていました。中学卒業と同時に世界文化社の代理店で本のセールスなどをする傍ら、福岡県立小倉西高等学校の定時制に通っていました。その時軟式野球でピッチャーとして全国大会に出場するなどスポーツマンでもありました。その当時草刈さんはスナックでアルバイトもしていました。そのスナックのマスターに、顔がいいんだからモデルになればいいと東京にあるモデル事務所を紹介されます。1970年に資生堂の専属モデルになり、同じく資生堂の CM に出ていた段次郎、村田秀夫の弟分でデビューし人気モデルになりました。そして1974年には東宝映画の専属俳優として、篠田正弘監督の映画卑弥呼で俳優デビュー。同年の映画沖田総司にも出演しています。下の写真が沖田総司に扮した草刈正雄さんの写真ですが、やはり西洋の顔つきなので、こういう姿は少し不釣り合いな印象を受けますね。実際の沖田総司は純日本人ですから、おそらくこんな精悍な顔つきではなかったでしょうね。俳優としての転機を迎えたのは1978年に出演した映画十字路で千葉真一さんと共演した時でした。この時草刈さんが演じたのはおしゃべりなセールスマン役でした。このことがきっかけで草刈さんはコメディに目覚めます。さまざまな映画で監督を務めた市川崑らから、君は3枚目が向いてるよと言われたこともあります。1990年からは古畑任三郎やイグアナの娘南くんの恋人なので、脇役にも回って演技の幅が広がりました。草刈さんには草刈真優という娘さんがいます。真優さんも女優やモデルをしていて、2007年の映画0093女王陛下の草刈正雄という映画で親子共演しています。
2018年に出身地の北九州市で市政55周年のアンバサダーに就任しました。資生堂 CM が話題。1970年に資生堂の専属モデルになった草刈正雄さん。モデルとしては2年半勤めており、その後俳優へ転向しています。草刈さんは資生堂の CM に出た頃は若干17歳でした。ハーフということもありますが、イケメンなのでたちまちこの CM で話題になり、当時東京に憧れていたわけでもない草刈さんの名前はあっという間に全国に知れ渡ることになります。モデルなのにセブンティーンという女の子向きの雑誌に出た時、同じモデルの女の子の肩を抱いて笑顔で撮る写真でも草刈さんは照れてしまってカメラマンに怒られたりしていたそうです。この時草刈さんは自分で、俺はモデルに向いてないなと思ったと後の雑誌のインタビューに答えています。二枚目俳優として20代の時出ていたドラマや映画では常にかっこいい役ばかりで、ますます人気が高まります。しかし一方でかっこいいと言われることにプレッシャーも感じていました。もてはやされると人間ですから天狗にもなります。だんだんかっこいい役がもらえなくなり、役柄が小さくなっていきます。それが草刈さんの俳優としての氷河期でした。二枚目俳優に影が出始めた頃、また転機が訪れます。ドラマで共演した女優若尾文子さんに、舞台をやってみたら、背も高いし会えると思うんだけどと言われたそうです。そのことが頭にあった草刈さんは、舞台のオファーが来た時思い切って挑戦してみることにしました。初めての舞台はドラキュラその愛でした。舞台ではドラマや映画と違って俳優としての実力が問われる場所です。演技の勉強はそれまでしてこなかったという草刈さんにとって、舞台は考えても見なかった世界でした。しかしこれで草刈さんは自分を変えるきっかけになったのです。3時間の舞台をやりきった時には、自分は舞台俳優としてもやっていけるという自信を持ちました。草刈さんが60代に上がってからは、三谷幸喜さんから舞台君となら」のオファーを受けます。この舞台で草刈さんの演じた役は、なんと理髪店の親父役、写真右は竹内優子さん。草刈さんに親父の役と思ってしまいますね。もっともこの役は以前、渡る世間は鬼ばかりのドラマでラーメン屋の親父役をやっていた角野卓造さんがやった役でした。草刈さん自身も、なんで俺がこの役をと驚いたそうです。しかしそこが三谷幸喜さんの面白いところ。三谷さんは草刈さんのドラマや映画もよく見ていたようで、二枚目俳優のイメージをこの役で剥がしにかかったわけですね。そしてその期待に草刈さんも見事に応えました。舞台は大好評でした。若い頃のハーフ顔イケメン画像集。アメリカ人と日本人のハーフですから、やはり草刈さんはとてもイケメンですよね。60代になった今でもかっこよさは変わりません。きっとアメリカ人のお父様もイケメンだったのでしょう。そんな草刈正雄さんの若い頃のハーフ顔の画像を集めてみました。イケメンなハーフ顔をご堪能ください。思わず犬になりたいと思ってしまう女子も多いのではないでしょうか。真田太平記で真田幸村を演じた草刈正雄さん。この時代にこんなイケメンのお侍さんなんていなかったでしょうね。草刈さんは60代以上のイケメン俳優ランキングで1位になっています。さすがモデルですね。何気なく立ってるだけでかっこいいです。古今イケメン対決。左は斉藤匠さん35歳、2017年現在でテレビ東京のスペシャルドラマ最上の名医2017で共演しました。こんなお医者様だったら病気じゃなくても病院に行きたくなりますね。
これは草刈さんのレコードジャケットです。かっこよすぎてずるいと言ってしまいたくなりますね。爽やかな好青年って感じですよね。やはり若い時が一番アメリカ人的な顔出しです。子供時代の草刈さん、これも完全にアメリカの子供ですよね。草刈さんは子供時代から青年期までが一番アメリカ人っぽかったのでしょうね。まとめ、今回は草刈正雄さんの昔のエピソードやモデル時代、CM タレントから俳優に転向したお話、そして若い頃のイケメンな画像を紹介しました。草刈さんは母子家庭で育ちましたが、アメリカ人の血を引いているので、当時は差別的なこともあったようで、そういうことにも負けないようにと、母親からは厳しく育てられたそうです。草刈さんもそんな母親に感謝しています。またドラマや映画で草刈さんを見たいですね。